結構割とこれ立ったんだった。ね、入りの高さっていうのはそれなりに前立てのこと、前立てのところ、これはなんか野田さんちょっと今回推しなんですか。普通のやつよりちょっと高くしてるんですよ、うん、おっそう。ちょっとルイちゃんこっち見て、こっち見て、これなんです。おー、でこれってあの、うん、顔ちっちゃく見えるんですよね。顔ちっちゃく見えるんだ。あの面積減るんで、でさらに風入ってこなくなるし。そうだよね、はい、結構綺麗だな。ちょっとフードかぶってみたらどんなシルエットなの。ウェアよりはちょっと低い、うん、低いでも、うん、他のブランドとかよりはちょっと高くて、これ後ろちょっと調整してあげると、はい、もう少しだけ。いや、これサイズは何サイズですか。これ S です。 S にした。158です。あ、全然いいね。 S ってもうなんか本当にマンパーいいね。マウンテンパーか、受け入れてもポケット、こういうポケットの中にポケット。なるほどね、お召しのポケット。引っ掛けれるんです、はいはい。カラビナでいろいろ引っ掛ける。でっかいものは。キーフックとかそういう、ちょっと落として嫌な系も。で、ベンチレーションもついてるでしょ。ベンチレーションもガバッと開くんで、穴なく。これはいいわ。これ全部。で、これはいい。ここのポケットに手伸ばすの、そこから。え、どういうこと。ここのここから手入れて、このポケットに手伸ばす。うん、やはりギミック効いてますね。さすが。行こうと思ったら行けるでしょ。あとこう、手シュッと手つまぶ。それもすごいよね。これすごくない？俺初めて見たんだけど。これいいね。綺麗だもん。綺麗な。袖周り。いや結構袖嫌なのさ、俺も。結構めくりづらいじゃない？アウター系って。で自転車乗る人だったらここに置いてる。わお。これ一つ知りませんでした。ごめんなさい、これ知りませんでした。バイク乗る人とかだったら、はいはいはい、機能を使って、うん、絞れる。嘘やん。